この後はニュースを深読みする真剣勝負、史上初めての米朝首脳会談から今日で2年になるんですけれども、その北朝鮮が最近韓国との全ての連絡ルートを遮断すると発表するなど新たな動きを見せています。朝鮮半島をめぐる情勢に注目します。 You got mail. 三宅民夫の真剣勝負。朝鮮半島をめぐって今何が起きているのか、朝鮮半島の政治外交史がご専門、東京大学大学院教授の木宮忠さんに伺います。木宮忠さん、おはようございます。おはようございます。本題に入る前に、先週北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父、横田滋さんが亡くなられましたよね。どんなお気持ちでいらっしゃいますか？はい、そうですね、やっぱり自分 の娘さんのめぐみさん、それから孫のうんぎょんさん、うんぎょんさんは一回会ってるんですけども、再会したい、そういう、人間としての当然の思いがあったわけですけれども、やっぱりそういうなんていうか環境を整えることは結局できなかったわけですね。はい、やっぱり大変、私も朝鮮半島と関わる一研究者として、やっぱり大変残念というか、自責の念をちょっと感じました。そこで今朝の本題、まずその北朝鮮の動きなんですけど、また新たな動きを見せています。韓国の脱北者が金正恩朝鮮労働党委員長を批判するビラを北朝鮮に向けて飛ばしたことに強く反発して、今月の4日、金委員長の妹の与正氏が談話を発表しました。でその中では、韓国政府に対応を求めた上で、軍事的緊張の緩和を目指すとした一昨年の南北合意の破棄などをちらつかせて、で今週北朝鮮はその第一段階として南北間のすべての連絡ルートを遮断すると発表しました。これをどう見るかなんですが、木宮さん、はい、まずこの金委員長の妹の与正氏が談話を発表して反発をしていると、どうして与正さんなんだというふうに思います？もともとピョンチャンオリンピックの時に、キム・ヨジョンは来てるわけですね。はい、で、ちょっとそういうこともあって、韓国には、非常に流し出てるということもありますよね。で、やはり、もちろんそれからやっぱ最近、キム・ジョンさんの健康問題とかなんかがあるので、やっぱりちょっとこう、同じ身内として力をつけているという側面があるので、やはり、キム・ジョンさんは、いわゆる国内の経済問題に、かなり専念をして、外交、特に韓国との関係は、キム・ヨジョンにある程度任せたいという思いも一方であると思います。他方で、やっぱりもう、キム・ジョン自身が自ら前面に立ってしまうと、やっぱりこうなかなか引けないわけですね。そうすると、やっぱり代理としてちょっとこう出しているという側面も私はあると思います。そうするとですね、そのビラに反発して韓国とのその全ての連絡ルートを遮断するっていうのは、その、北朝鮮側の意図っていうか狙いは何だと思いますか？やっぱり、やっぱある種の脅しをかけてきたと思うんですね。脅し、要するに韓国に対しては、今まで韓国はいろいろ、アメリカ等に気を使ってなかなか南北関係にこう北朝鮮の要求通りにはなかなか出てこないと、それをなんとかこうアメリカと韓国との関係に、くさびを飛んで、まずは韓国にもっとこう南北関係にもっと前向きに出てこいという思いが一つあると思います。それからもう一つは、韓国ムジェン政権に対して、北朝鮮が一番望んでいるような米朝関係の改善のためにもっと汗をかけと、そういう側面もあるかなというふうには思います。一番奥のところには米朝関係を何とかしてほしいという思いがあるということですか？そうですね、やはり、北朝鮮の最終的なやっぱ外交の目標は、何とかやる、米国に、北朝鮮の今の体制を、認めさせて関係を改善して、例えば経済的にも、外国資本を入れたいという思いは強いとは思います。はい、さあそれではそれに対して韓国がどう対応していくのか、そして最近韓国が置かれている微妙な立場について後半話を伺います。よろしくお願いします。はい、こちら三
三宅民夫の真剣勝負。今朝は最新の朝鮮半島をめぐる情勢を東京大学大学院教授木宮忠さんに伺っています。木宮忠さん、引き続きよろしくお願いします。はい、こちらこそ。後半、韓国に注目していきたいと思います。ひょっとすると今の世界の状況も読み解けるかもしれません。まず、木宮さん、先ほどの北朝鮮としては韓国に動いてもらって、米朝の対話を再び再開できないかという思いがあるのではないかということでしたけれど、はい、韓国はそれに対してどのように反応しますか？そうですね、これ非常に難しいのは、一方で、米朝関係がなかなか進まないので、なんとかこう、韓国自身が南北関係を打開して、それをテコにして米朝関係の改善につなげるというような、そういう目論みは一方であります。しかしながら、米朝関係、トランプ再選も不透明なので、一体どうなるかわからない、そういう状況の下で、やっぱ韓国だけがちょっと外交的に孤立をしてしまうのも困ると、なかなかちょっと難しい判断になるのではないかと思います。なるほど。で、その韓国ですけれど、そのアメリカと中国の対立の中で、非常に微妙な立場に立たされているということを聞きました。キミさん、注目している出来事があるそうですね。そうですね、今回トランプ大統領、G7 の延期を言ったわけですけれども、その時に韓国を、インド、オーストラリア、ロシアとともに、G7 に招待すると、そういう、発言をし、韓国のムン・ジェイン大統領もそれを、受諾したというニュースですね。これは韓国ではいいニュースとして受け取られて、基本的にはやはり、韓国がそれだけの国になったんだと、そういうある種の高揚感を、国民も共有しているというふうに思います。そういう中で、その微妙な立場に立たされるんじゃないかというふうにお考えだそうですけど、それはどういうことですか？やはりトランプ大統領の、目論みが、やっぱりこう、深まる米中対立の中で、中国包囲網を、形成したいというところにあるんではないかと見られているわけですね。そこに、韓国が、巻き込まれるということは、韓国としてはやはりちょっとこう、避けたいということなんですね。ちょっと避けたいというのは、それどういうことか、ざっくり言いますと、韓国外交というのは、安全保障はアメリカで、経済は中国で、北朝鮮問題は米中に、協力してもらうという、そういう図式なので、そのまさに米中が対立して、韓国に対して、お前はどっちの味方なんだと言われるような選択を迫られるということは、やはり韓国外交のなんていうんですかね、基本的な構図自体を損なうことになってしまうと、そういう問題があるわけですね。なるほど。そうすると、そのアメリカと中国の間で、韓国の今の立ち位置というのは どういうところにあるというふうにお考えですか？やっぱり米韓同盟はやっぱり安保の基軸なので、非常に重要だと考えている、そのために在韓米軍も、若干費用を負担してもいいから、いてもらいたいと、それから北朝鮮問題でも、特にトランプ大統領には米朝関係に対して前向きに出てもらいたいと、そういう思いは非常に強いんですね。でただ他方でやっぱ韓国は例えばいわゆるサードと呼ばれるミサイルを在韓米軍に配備したことで、中国から相当に痛い目に遭っているわけですね、制裁に遭っているわけですね、やっぱそういう、ちょっとトラウマもあるために、なんとかこう米中の中で、韓国が不利にならないように、なんとかその自分の利益を守っていきたいという思いは強いと思います。ただ、じゃあ韓国の力だけでそれができるかというと、そこは非常に難しい状況なのかなというふうに思います。そういう難しいところにある。さあ、そういう状況の中での日本と韓国の関係ですけど、はい、これからどういうふうに読み解かれますか？ずっと新型コロナ対応で、これはちょっと休戦状況になっていたのですが、これがある程度目処がつくと、もう早速一つは日本の対韓輸出管理措置に対する問題で、結局は韓国が WTO に提訴するということに入ったわけです。それからもう一つは、
徴用工判決をめぐる司法手続きがだんだんこれから進行すると。でもしこれが、まあ、日本企業の在韓資産が現金化されるということになると、これは日本政府としてもやっぱりかなり報復措置を行わざるを得ないと。そうなるともうやっぱり日韓関係はかなり緊張が高まらざるを得ないということになりますね、うん。まあ、そういう流れの中に今あるというふうに読み解かれるわけですね。そうですね、はい。先ほどの話でその米中が対立する、その中で日本と韓国の間にも懸念があるということになりますよね、はいはい。今後の朝鮮半島情勢について金谷さんはどんな点に注目していらっしゃいますか。そうですね、私はやはり、まあ、最悪の事態はやはり回避すると。じゃあ一体最悪の事態は何なのかというと、はい、まあ、過去そういうことがあったわけですけども、まあ、朝鮮半島が大国間の国際政治の犠牲になる、しかも南北朝鮮とも、まあ、自分のこと、まあ、自分の生存だけを考えて、まあ、それに便乗してしまうという、うん、そういう状況もあるわけですね、はい。でさらにそれは日本にとっても対岸の火事ではなくて、最近はやっぱり日本にも、まあ、被害を及ぼす可能性があるわけですね、うん。まあ、そういう可能性をいかにこう、まあ、なくしていくのか、まあ、そういうことで私は日韓が協力をするという選択肢が出てくると思うんですね。でそのためには先ほど言った日韓の間で、まあ、トゲのように刺さっている、まあ、歴史問題、これを日韓がどういうふうにこう管理していくのかという発想が今一度必要なんではないかなというふうに思います。この後の米中も含めた動きの中で、まあ、北朝鮮、朝鮮半島の情勢を考えるときに注目されていることはありますか。まあ、そうですね、まあ、一つはその、まあ、ちょっと先にやりますけども、 G7 で一体どういうふうなこう、まあ、共同声明が出され、それに対して韓国がもし参加する場合に、まあ、それにどう署名するのかどうかということが、まあ、一つあると思いますし、そこですね、はい。それからやはり、まあ、北朝鮮が北朝鮮のこのある種の揺さぶりですね、韓国に対する揺さぶりに対して、果たしてムン・ジェイン政権がどういうふうな対応するのか、私は、まあ、政府の中でも対応が結構分かれる問題だと思うんですね。はい、ありがとうございました。はい、君谷さん、ありがとう。この時間はアジア各地にお住まいの日本人の方にその地域の身近な話題を伝えていただくアジアナウです。今朝はマレーシアクチンにお住まいの酒井和恵さんにマレーシアの先住民の伝統行事についてお聞きします。酒井さん、おはようございます。おはようございます。今そちらの気候どんな感じですか。はい、寒気の真っ最中で日差しの強さを感じる日が続いております。日中は33度ぐらいで、午後になるとやはり1時間ぐらいスコールが降るという時期となっています。これマレーシアでも新型コロナウイルス対策として、活動制限令が敷かれていましたけれども、これ、はい、解除されましたでしょうか。はい、これまでの制限令は一応解除されましたが、実はまた新たに回復のための活動制限令というのが8月31日まで続くことになりました。でもほとんどのビジネスの規制が緩和されたり、国内旅行にも出かけるようになったりしました。ただマレーシア人の国外への渡航はまだ禁止されています。このように少し規制は残っていますが、精神的にはやっとっていう感じで一安心しております。やっとというのが分かりますよ、気持ちは。さて酒井さん、今回はマレーシアの先住民についての話題ということですね。はい、私が住んでいるボルネオ島の東マレーシアにあるサラワク州では、毎年6月1日2日にこの地の先住民たちが伝統衣装を着て収穫祭を祝うガワイダヤックフェスティバルというのが行われます。このお祭りは先住民にとっては1年に1度のお正月のように重要な祭日なんです。海外に出稼ぎに行っている多くの先住民たちがこの時ばかりはサラワク州の家族のもとに帰ってトゥアッ
クと呼ばれる今年収穫されたお米で作ったドブロクのようなお酒を家族や友人たちと飲み明かし、伝統料理を作ってお祝いをします。ただ今年は新型コロナウイルスの影響で出稼ぎ先から帰ってこられなくなった人が多く、また帰省できたとしても外出禁止令で村の中でのお祝いが禁止されていましたので、大変静かな収穫祭だったようです。お正月のように大切な伝統行事ということですから、本来ならかなり賑やかに祝うはずですよね。今年は全く様子が違ったということですね。そうなんです。私の古い知り合いで先住民の友人から寂しそうに電話がありまして、収穫祭がこんなに静かなのは生まれてから経験がないことだと本当に寂しそうに言っていました。これ例年ですと皆さん具体的にはどういうふうに過ごされるんですか？はい、通常ならたくさんのイベントがあります。例えば先住民の言語による村のカラオケ大会ですとか、村の女性と男性チームでの男女対抗のバレーボール大会もありますし、子どもたちにとってはお菓子の早取り競技が人気で、これは日本のいわゆるパン食い競争のようなものです、また高齢者たちは自分たちで作ったお酒を持ち寄って、地酒の品評会を開きます。このように2日間にわたってさまざまなイベントで盛り上がる予定でしたが、今年は残念ながら開催できませんでした。楽しみにしていた人も多かったでしょうね。そうなんです、本当に。で、先ほどのお話では伝統料理も作って祝うようなんですけども、これどんな料理を作るんですか？はい、例えば伝統料理の一番人気は先住民の家の周りに生えている大きな竹を切ってきて、その中に鶏肉やイノシシの肉などを入れて、キャッサバの新芽で蓋をして焚き火にかけて炊く、あやむパンソーという竹筒料理です。竹の香りが肉についているのでシンプルですが、とても美味しい料理が有名です。それと同じように竹筒の中にバナナの葉っぱを巻いて、その中にもち米とココナッツミルクを入れて、バナナの葉っぱで蓋をして焚き火でゆっくりと炊き上げるレマンというお米の料理も人気です。またこの収穫祭に食べる伝統的なお菓子もあります。新米をひいた米粉とココナッツミルクとニッパヤシというヤシの樹液からできた黒砂糖の生地を油で揚げたクエジャラーというお菓子なんですけれども、収穫祭には必ずどこの家でも作るお菓子なので、そうですね、日本のお正月のお餅みたいな存在ですね。例年ですとこうした伝統料理をいっぱい作ってお客さんに食べてもらうのがお祭りの醍醐味のようです。いやー、どれもこう素朴ですけど自然の味を生かした美味しそうな料理ですよね。そうですね、来年はいつものように賑やかな収穫祭になってほしいと先住民の友達が言っていました。いや本当そうですよね。そういえば以前この時間にですね、酒井さんがお住まいのクチンでは毎年8月に、1ヶ月かけてお祭りが開かれると教えていただきましたけれども、今年開催できそうですか？それがですね、先週市役所が正式にキャンセルになりましたと発表して、とても残念に思っているところです。クチンフェスティバル、つまり猫祭りは大規模なフードフェスタや市民パレード、クチンマラソンなど市民全員で1ヶ月もの間盛り上がるのですが、こればかりは仕方がないですよね。いろんな行事もお祭りも一日も早く心の底から安心して楽しめるようになるまで、まずは新しい生活様式になれるようこれから努力していきたいと思っています。ね、クチン猫の町の猫祭り、今年のお預けということですけども、来年こそは本当に心から楽しみたいですよね。そうですね、本当にそう思いますよ。8月どうやって過ごそうかと思ったりもしてます。本当にね。でも引き続き気をつけてお過ごしください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
この時間はマレーシアクチンにお住まいの酒井和恵さんにお聞きしました。